ティモシー・ジェイムズ・ストーファーは、アメリカ合衆国、メイン州ポートランド出身のプロ野球選手、ウトを右ミギ現在は、アリゾナダイヤモンドバックス参加に所属。2003年の MLB ドラフトで、サンディエゴ・パドレスから一巡目指名され、8月15日に契約した。2004年、参加の A 級レイクエルのシア・ストームで、プロデビュー。試合に登板し、勝敗。 防御率1.78だった。5月に A q モービルベーベアーズへ昇格。8試合に登板し、3勝2敗、防御率2.63だった。6月に AA q ポートランドビーバーズへ昇格。14試合に登板し、6勝3敗、防御率3.54だった。2005年は AA q ポートランドで開幕を迎え、5月9日に、 メジャー初昇格を果たし、5月11日の新シシナティレッツ戦でメジャーデビュー。先発として登板し、1回裏にはフェリペロペスに本塁打を打たれたが、6回を4安打に失点後、脱三振に抑え、メジャー初勝利を挙げた。7月31日にトリプル A 級ポートランドへ降格した。この年は15試合に登板し、3勝6敗。 防御率5.33だった。2006年2月24日にパドレスと1年契約に合意。3月18日にトリプル A 級ポートランドへ移動した。8月21日にメジャーへ昇格。1試合に登板し、8月23日にトリプル A 級ポートランドへ降格した。この年は1試合の登板にとどまり、1勝0敗、防御率1.50だった。 2007年3月2日にパドレスと1年契約に合意、3月28日にトリプル A 級ポートランドへ移動した。7月28日にメジャーへ昇格。8月1日にトリプル A 級ポートランドへ降格したが、8月26日に再昇格。8月27日にトリプル A 級ポートランドへ再び降格した。この年は2試合に登板し、 い勝ぱ敗、防御率21.13だった。2008年3月3日に、パドレスと1年契約に合意。3月27日に、右肩の故障で戦列を離れ、シーズンを全休した。10月8日に40人枠から外れ、トリプル A 級ポートランドへ降格した。2009年は、A 級サンアントニオミッションズで5月からプレー12試合に登板し、 一勝0敗一セーブ、防御率1.89だった。6月にトリプル A 級ポートランドへ昇格。4試合に登板し、2勝1敗、防御率2.35だった。7月11日にメジャーへ昇格。この年は14試合に登板し、4勝7敗、防御率3.58だった。2010年3月3日にパドレスと1年契約に合意。 開幕ロースター入りしたが、5月11日に、中水炎を発症し、7月まで欠場した。この年は32試合に登板し、6勝5敗、防御率1.85だった。2011年1月18日に、パドレスと1年契約に合意。この年は31試合に登板し、9勝12敗、防御率3.73だった。2012年1月17日に、 パドレスと一年契約に合意。4月4日に右ひいを負傷し、4月5日に15日間の故障者リスト入りした。5月14日に復帰したが、5月18日に再び15日間の故障者リスト入りした。6月10日に60日間の故障者リストへ移動し、残りのシーズンを全休した。この年は1試合の当番にとどまった。10月26日に FA となった。 2013年1月29日にパドレスとマイナー契約で再契約した。トリプル A 級通算パドレスで開幕を迎え、8試合に登板し、2勝2敗、防御率3.16だった。5月17日にパドレスとメジャー契約を結んだ。この年は43試合に登板し、3勝1敗、防御率3.75だった。オフの12月3日に、 パドレスと160万ドルの1年契約に合意した。2014年は44試合に登板し、6勝2敗、防御率3.50だった。オフの10月30日に FA となった。2014年12月23日にミネソタツインズと220万ドルの1年契約を結んだ。2015年、ツインズでは13試合に登板して1勝を挙げた。その一方で、 防御率6.97と打ち込まれて定着できず、6月11日にィーフとなり、17日に自由契約となった。7月14日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約するが、3試合の登板後にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。9月8日にメジャー契約となり、40人枠入り。5試合に登板したが、 投球回5回に3、自責点を防御率7.94の成績で、ポストシーズンのロースターメンバーには選ばれず、10月12日にマットレーノルズのロースター入りに伴い、リーフとなり、10月14日に FA となった。ツインズとの通算では、18試合のリリーフ登板で防御率6.971勝という成績だった。防御率が悪かった一員として、 20.2イニングで6飛本塁打を記録したことがある。12月11日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶ。ありがとうございます。